ダブリンの聖テレサ教会の入り口近くに設けられている聖水口聖水とは宗教的に普通の水とは異なり聖なるものとされ儀式に用いられる水のこと。水は多くの宗教で汚れを払うなどの意味で用いられるが、これに普通の水ではなく聖水に相当する特別な水を使わなければならない宗教が多い。特にキリスト教の聖教会、カトリック教会、 聖交会一部のプロテスタントなどの教派で、聖職者により性別され先例等の儀式や祝福に用いられるものをことにさして、聖水と呼ぶことが多い。本校では、キリスト教における聖水について詳述する。この他に、例えば聖教会におけるイタリ生産者聖セ,セルギー、大修道院における聖なる泉や、カトリック教会におけるルルドの泉のように、 神に祝福され聖なる力を持つと信じられている。水も聖水と呼ぶことがある。フィンランド聖教会の生信女、終身大聖堂における聖水式。主教が十字架を水の中に入れて十字を描いて、水を聖気を死している。主教の前方左右には、利切りと取り切りを持つ副タスクサイが立っている。他、司祭、タスクサイが主教を囲んでいる。 聖教会においては、聖水は、新品のうち主教もしくは司祭によって、水が聖気をしされることによって成り立つ。聖気をしする、方針例である、聖水式には大聖水式と小聖水式とがあり、大聖水式は神玄祭りにおいて行われる。小聖水式は教会に備蓄している聖水が、不足するのに応じて随時行われる。大聖水式は神玄祭りの中で重要な、 方針例の一つとなっている。聖水式では一定の祈祷文の歌唱伝統及び聖書の報読が行われた後、主教もしくは司祭が十字架を水につけて、これをもって十字を描く。大聖水式ではこの聖水の聖清の後、主教もしくは司祭が聖水を信徒に向かって振りかける。この時、古宝器のような道具が用いられる。川や故障の水を、 正気をしすることもあり、これを、神徒は、聖水として持ち帰ったり、正気をしされたかは、故障に使ったりする。聖水式が終わると、その場で、神徒は聖水を飲むほか、持ち寄った容器で聖水を持ち帰る。持ち帰られた聖水は、直接飲まれるほか、食物に振りかけるなどして用いられる。これによって、病の癒しなどの生気をしの温調が働くと、信じられている。 なお直接の無際は両生と同様、早朝などに空腹の状態で他の食物がない状態で飲むことが望ましいとされる。聖水の温寵は、聖水だけに由来するものではなく、神徒の信仰との共同によって実現するものである。従って、聖水の温寵がもたらされるのは、神徒が聖水の温寵を心から信じ、勝つ神の意志と神徒の意志が一致した場合のみであると、される。 聖水式の時に限らず、聖水は人、物品、場所に適に振りかけられて使われる。マンハイムの教会にある聖水盤聖水は、死境、被災により性別され、洗礼その他の秘籍に用いるために用意される。聖水盤に入れ、教会堂の入り口に置かれることが多い。これは、信徒が受洗したことを常に忘れないようにするためである。 神徒は教会に入る際に聖水に指を浸して十字を切り、ミサは司祭による聖水散布と祝福から始まる。ABC その他の監修ロシアで、神玄災、正教会信者が冬の川で身を清める AFP 司祭は、リアサを着用し、手首にポルーチを着用、エピタラヒリを首から垂らしている。ありがとうございます。